ただいまからイエズス会士ブラザーフランシスコ・マルコさんの葬儀ミサ告別式を行います。司祭が入堂します。どうぞお立ちください。最初にスペイン語で挨拶させてください。Para empezar esta misa que celebramos recordando a nuestro querido hermano Francisco Marcos, les pedimos a los que nos estén viendo desde España por internet que se unan a nosotros en oraciones y también dando gracias porque él estuvo con nosotros tanto tiempo y fue parte de esta provincia, nos alentó, nos guió.父と子と聖霊の皆によって、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、主キリストは私たちの救いのために人となり、十字架上で亡くなられた後、復活して栄光をお受けになりました。生涯クリストと共に生き、神のもとに召された私たちの兄弟、ブラザー、フランシスコ・マルコは、またクリストと共に復活の栄光に預かることを私たちは信じています。これから行われるミサは、クリストの死と復活を記念し、これに預かるすべての人を復活の命に招くものです。
この深すの信仰を新たにして共に祈りましょう。全能の神である父よ、あなたの一人子の死と復活を信じる私たちの祈りを聞き入れてください。キリストのうちにあって眠りについたブラザーマルコがキリストの復活に喜びを持って預かることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって。どうぞお座りください。これより聖書が朗読されます。ローマの信徒への手紙。皆さん、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。祷告詩編。主をたたえよう。主は慈しみ深く、その憐れみは永遠。主をたたえよう。主は慈しみ深く、その憐れみは永遠。神よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、神の使いの前であなたをたたえる。あなたの神殿に向かってひれ伏し、慈しみと誠のゆえにあなたに感謝を捧げる。主をたたえよう。主は慈しみ深く、その憐れみは永遠。神よ、国々の王はあなたの言葉を聞き、あなたをたたえる。彼らはあなたの技を喜び歌う。神の栄光は偉大。神は右の手で私を救われる。主をたたえよう。主は慈しみ深く、その憐れみは永遠。神は私に約束されたことをすべて成し遂げられる。神よ、あなたの慈しみは永遠。作られたすべてのものを見捨てないでください。主をたたえよう。主は慈しみ深く、その憐れみは永遠。立ちましょう。アレルヤ、アレルヤ、あなたは岩を、この岩の上に私の教会を建てよう。地獄の門もこれに勝つことはできない。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスは、私について来なさい。人間を取る漁師にしよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。キリストに賛美。どうぞ。
8月16日9時34分、田中脳神経外科病院にて、ブラザー・フランシスコ・マルコは静かに息を引き取りました。99歳でした。イエス会に入って79周年記念でした。網を捨ててキリストに従う。これはブラザー・マルコの人生だったと思います。いろんな網を捨ててキリストに従うという繰り返しはブラザー・マルコの生涯でした。1940年に家族から離れてイエス会にアランフェスに入りました。1947年は自分の国から離れて日本にキリストに従って日本に来ました。1984年、司祭になるための勉強を諦めてイエスに従って東京に戻りました。2015年、SJ ハウスをから離れてロヨラハウスにキリストに従ってロヨラハウスに行きました。そして8月16日はとことんキリストに従いました。私はマルコさんがずっと死なないと思ってました。彼は不滅な存在だと信じてましたけれども、やっぱり彼です。ブラザーエルナンデスは富引きしたと思います。だから行きました。彼らが嬉しいけれども、私たちは寂しいですね。彼はマルセイユに生まれまして、スペインのムルシアで育てられて、ですからスペイン語とフランス語は自分の言葉として話して、さらに日本語と英語を勉強して話すようになりました。自由に使うことになりました。これは立派なことだと思います。ブラザーはそれほど、勉強する時間が与えられていないのに、彼は休みから時間を作って英語と日本語をよく学びました。タウラといろんなうちで料理担当と家の管理の仕事をしてましたけれども、1979年彼は司祭になる憧れがありました前から。だからフランスに行ってパリに行ってその勉強し始めました。ところが彼の先生はかの有名なレオン・デュフーで有名な人で厳しい方で、結局不合格でした。で彼はもっと勉強し続けようとしたんですけれども、いろいろと考えてやっぱり東京に戻りなさいという手紙をいただきました。そこで彼は諦めて、日本語の意味で諦めて、つまり明らかに見て、状況を明らかに見てキリストに従って日本に戻りました。これは彼にとっては大きな試練だったと思います。でも何よりも網を捨ててキリストに従うという人生でした。1980年から2015年、つまり31年間にわたってエッジハウスと上智大学でいろんな仕事をしていました。副院長補佐として、そして建物の管理、いろんな、総務部にも、大学の総務部にも仕事してましたし、いろんなシスターたちが建物を作るために彼と相談していたそうです。
イグナチオ教会にもここにもよく活躍していました。友達が多かった、よく愛されていました、フランス語でと日本語でも、聖書研究会を開いて、そして、ここの、御聖体奉仕者として、そして小部屋の働きをしていました芸術の才能もありました、ステーヌグラスがありますね。彼はそれをし始め、最初は失敗でしたけども、山口の木曽の家のお御堂のためにきれいなステーヌグラスを作りましたけれども、まとまった雨の後にきれいに真っ白になりました全部で。だからすごいショックを受けたけれども、また勉強して、立派な作品をしました。例えば木部、ホールの、北側の門に上にありますね。それはマルコの、作品です。あとはいろんな、彫刻と絵といろいろと作っていました。性格として丸くなりました。だんだん最初はちょっと天の弱だったんですね、それは時々残ってました。例えば冗談ですけれども、亡くなったのは99歳で、私たちは100歳になるのを楽しみにしてました。そしてイエス会に入る80周年記念じゃなくて79年と、そして99歳で死にました。それは天の弱の証拠だと思います。彼は笑ってるけども、笑ってごまかそうとしてると思います。でも確かに すごい丸くなりまして、温かみのある人で、私たちの友達の中で人気者になりました。例えば SJハウスの飲み物が出るときに休憩室に、彼にもっと持ってきましょうか、彼ワインが好きだった、もっと持ってきましょうか、お願いしますと。でももう飲んだので、ちょっと指一本だけね、はい、指一本けども、たってにたった指一本にしてくださいと言った。でも飲んでも、もうそれほど飲まなかったけれども、楽しく私たちとやっていました。ところが2019年15年にやっぱり居心地の良いエイジアハウスから離れてロイヤルハウスに行きました。もうそこでも嬉しかった。やっぱりあるスペインの詩人が書いたように、ワインのあるところでワインを飲んで、ワインのないところで水を飲む。彼もそうだった。いろんなことがあったときに、でも なくても構わない。だからロイヤルハウスでもすごい明るい、記憶力は弱くなったけれども明るくて、いつもロサリオ唱えて話して笑ってすごく良かった。で8月16日すべてを捨てて、まあ持ってたのはロサリオぐらいですけれども、捨ててキリストに従って、キリストがいるところに彼もいることになります。ところで永遠の命は全然違った状況ではまさしく同じ人間が生きるということです。全然違った状況ではまさしく同じ人間が生きるということは、マルコさんが同じ人間が生きるので、ここでやってたことは全然違った形で同じことをしてるでしょう。多分エルナンデさんと一緒に散歩に出かけて、ここと同じように散歩に出かけて、途中で喧嘩して別々になって、家に帰ってきてたんですね。で明くる日また散歩に出て、このようなことを常しえにしてると思います。今こそ幸せ、また会えるでしょう。
どうぞロサリを忘れないで私たちのために祈り続けてください。マルコさん、ありがとうございます。今度スペイン語で、Evangelio según San Mateo. Jesús les dijo, Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejando las redes le siguieron. El 16 de agosto a las 9:34 en el hospital Tanaka, nuestro hermano Francisco Marco entregó su espíritu a Dios, dejó las redes y siguió a Jesucristo. Esa fue su vida. En 1940 dejó su familia para entrar en Aranjuez en el noviciado. En 1947 dejó su país para venir a Japón. En 1984 dejó su deseo de ser sacerdote y volvió a Japón. En 2015 dejó Tokio y se fue a Loyola House. Y en 2020 se fue definitivamente con Jesucristo. Yo creía que no iba a morir nunca. Yo creía que era inmortal, pero murió y nos dejó muy tristes. Nació en Marsella y fue educado sobre todo en Murcia, en España. Por eso el francés y el español son sus lenguas nativas prácticamente. Y además estudió inglés y japonés y los hablaba muy bien. Fue cocinero y se ocupó del mantenimiento de las casas y en 1979 quiso ser sacerdote y empezar a estudiar. Pero en París le dirigió un profesor muy eminente y muy exigente y no le aprobó. Y él quería seguir estudiando, pero la compañía le dijo, no, vuelva usted a Japón. Y le costó mucho volver, pero siguió a Jesucristo y volvió. Y después de venir a Japón, siguió trabajando en las casas, el mantenimiento de los edificios y trabajando en la universidad también. Daba clases en la iglesia, daba clases en francés y en japonés de evangelio y daba la comunión en las misas, trabajaba en la sacristía. Era muy querido de todos los fieles. Era artista también, hacía vidrieras de stained glass, a veces le salía mal, pero aprendió, y la que tenemos allí en la puerta del norte de Kibe es hecha por él. Fue madurando su carácter, al principio era un poco llevar la contraria, llegar tarde y decir, ¿de qué se trata que me opongo? Sea lo que sea, me opongo, pero ahora al final estaba muy agradable, muy entrañable, muy querido de todos, y le gustaba el vino. Mamá, lo tomaba muy poco, pero y le decíamos, ¿quieres un poco más? Pero un dedo nada más que ya has bebido. Sí, un dedo, pero para arriba, decía, un dedo para arriba. Era muy simpático. Y en 2015 dejó el Edge House y se fue a Loyola House. Pero Loyola también estaba muy contento, como dice Antonio Machado, donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Eso es lo que hacía él. Estaba feliz con su rosario, contento, hablando. Y el día 16 de agosto, el Señor le dijo, ven, que donde esté yo, quiero que tú estés también. Él ahora es feliz y le volveremos a ver. Y seguro que está con... de alguna manera distinta, pero poco más o menos con el hermano Hernández, que era el que le llamó, me parece a mí, Hernández, que como hacían aquí, que siempre salían de paseo, a la mitad se peleaban, volvían aparte por caminos distintos y al día siguiente volvían a salir juntos. Pues así estará eternamente tan feliz. Pues nada, no te olvides del rosario y reza por nosotros. Y muchas gracias.
共同祈願を唱えましょう。私たちに先立って復活された主キリストを信頼して父である神に祈りましょう。命の源である神よ、あなたのもとに旅立ったブラザーフランシスコ・マルコさんを顧み、キリストの死と復活によって救いの恵みを与えてくださいますように。神よ、私たちの祈りを聞き入れてください。主のためにイエズス会での使徒職を通して長い年月にも奉仕に捧げたブラザーフランシスコ・マルコさんが諸聖人の集いに迎えられ、神の栄光に預かることができますように。神よ、私たちの祈りを聞き入れてください。悲しみのうちにある遺族の方々、イエズス会の仲間、生前個人と信仰を深めた方々に慰めと希望を与え力づけてくださいますように。神よ、私たちの祈りを聞き入れてください。私たちの希望である父よ、あなたは信頼する者をいつも助けてくださいます。あなたが愛された者の死を顧み、その生涯を捧げ物として受け入れてください。御子クリストのうちにあって復活の栄光に預からせてくださいますように。私たちの主イエスクリストによって。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、今日御心にかなう生贄として私たちを受け入れてください。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。恵み豊かな神よ、ブラザーマルコの永遠の憩いを願い、謹んでこの供え物を捧げます。御子キリストを救い主として固く信じていた者が、キリストの豊かな恵みを受けることができますように。私たちの主イエスキリストによって。主は皆さんと共に。心を込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、御子キリストによっていつもあなたを称え感謝を捧げます。主キリストは世の救い主、私たちに誠の命の与え主、死を滅ぼして復活の輝きに導いてくださるかと。キリストの死と復活によって私たちに不滅の希望を注いでくださったあなたをたたえ、天使の群れとともに終わりなく褒めを歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の糸高くところに御参な。おめでかな主の名に降りてきたる者、天の糸高くところに
誠に尊く、すべての聖聖の源である父よ、今、聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みんな、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みんな、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活を讃えよう、主が来られる前。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会をもよこし、私たちの教父、教皇フランシスコ、私たちの司教、タルシチョ・キクチ・イサオ、すべての教育者をはじめ、全教会、全世界を愛の完成に導いてください。今日この世からあなたのもとにお召しになったブラザー・マルコを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれた者が、その復活にも結ばれることができますように。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。主イエスが私たちに教えてくださった祈りを一緒に唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈
慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊。神の子羊。神の子羊。世の罪を除いたもう主よ、我らに平安を与え。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の神。あなたを置いて誰のところに行きましょう。
祈りましょう。天の神よ、キリストの食卓に預かった今お願いいたします。ブラザーフランシスコ・マルコがすでに神の身元にある兄弟と共に永遠に行こうことができますように、また残された私たちには慰めを与え、復活の希望のうちに新しい絆に結ばれますように、私たちの主イエス・キリストによって。ただ今から告別式に入ります。皆さん、ここに個人との告別を行うにあたり、命の源である神に信頼を持って祈りましょう。今はただ私たちの手で葬られていくこの兄弟が、キリストの復活の力に預かり、聖人の集いに加えられますように。祈りましょう。慈しみ深い父よ、キリストを信じてこの世を去った私たちの兄弟ブラザーマルコをあなたに委ねます。私たちはキリストの言葉に希望と慰めを置き、互いに励まし合い、約束された復活の日、キリストのうちに一つに集まることを心から待ち望みます。私たちの主イエス・キリストによって。お着席ください。皆様に献花をいただきます前に、ご弔電を拝読させていただきます。ブラザーフランシスコ・マルコ様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみを申し上げます。
ご遺族の皆様のお悲しみはいかばかりかとお察しいたします。フランシスコ・マルコ様は本学院において長年施設の建築や管理をはじめ総務部などでさまざまな重要な仕事にご尽力されました。個人のご貢献を忍び心からご冥福をお祈り申し上げます。学校法人上智学院理事長佐久間総務様。ブラザーフランシスコ・マルコ様のご訃報に接し心よりお悔やみ申し上げます。ブラザーがお元気でいらっしゃった頃本会の修道院などの建築につきまして幾度もブラザーにご相談に乗っていただき賢明なご指導を賜り大変お世話になりました。ブラザーのいつもご誠実な包容力に満ちたお心に接することができましたこと、いつも姉妹たちは懐かしく思い出し恩人のお一人として感謝申し上げております。御父の身元で聖人方とともに永遠の命に預かり主の栄光を世々に称えられますようお祈り申し上げます。シャルトル聖パウロ修道女会管区長スール千葉佳子様並びに同修道女会姉妹ご一同様、以上朝殿のご拝読でございました。続きましてロヨラハウス館長加藤信也神父様より皆様にご挨拶がございます。今日はこのロイヤルハウスからこの最後の挨拶をということでしたので、一言ご挨拶させていただきます。ブラザーフランシスコ・マルコ、今年の12月17日にイエズス会入会80年を祝うはずでした。年が明ければ1月の11日には100歳の誕生日がやってくる、そんなマルコさんでした。まさにこのイエズス会日本管区の、最長老ではないかと思いますが、いわば長男のような存在でした。しかしこの長男であるにもかかわらず、あるいは小柄だからなのか、あるいはその性格、これも年を取って丸くなった、そんな性格からなのか、何か我々の間では長男ではあっても、可愛い長男って言いますか、チャーミングでみんなに愛され大切にされた長男であったように思います。配布されたこのカードを見ますと、マルコさんは東京が長かった、特に SG ハウスが長かったように思います。四ツ谷からロイヤルハウスに移ったのは2015年の6月ということです。今から5年ほど前のことになります。私がロイヤルハウスに行ってからまだ1年にもなりませんが、その間のマルコさんはどうだったか、この葬儀ミサ告別式はネット配信でロイヤルハウスにもこう流されていますんで、なるべくちっちゃな声で
と思いますが、時々悩まされることがある。マルコさんにも悩まされました。それは何かと言いますと、 SJ ハウスに帰りたい、これはよくある話ですね。ミサとなれば、イグナチョウ教会のミサに連れてってくれ。このスイッチが入ってしまうと、大変です、どうやってそれをこうなだめすかすか、ごまかすか、もうそこで知恵をこう出さなきゃいけないというところなんですが、おそらくそのような SD ハウスに戻りたい、今ここにお集まりの皆さんの中にもひょっとして、ルエラハウス冗談じゃない、誰があんなところにそのようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。そういう私もなるべく早くあそこを離れることができますようにと祈らないわけでもありません。ではマルコさん、ルエラハウスが嫌で嫌で仕方なかったのか、彼にも大切な場所がありました。それはどこかと言いますと、ルエラハウスのお御堂でした。彼は本当によくお御堂に行きました。何度も何度も行ってそこで祈る、手にはいつもロザリオが握られていました。彼にとってそういうわけで大切な場所は聖堂でした。そして大切なもの、それはロザリオでした。今も棺の中に、彼がいつも使っていたロザリオがこう入れてありますが、それがルエラハウスで5年を過ごしたマルコさんの姿であったように思います。しかしこれからはあれほど帰りたかった SJ ハウスや、あれほど行きたかったイグナチオ教会ではなくて、あるいはもっともっといい場所へと彼は今から行くことになるでしょう。そこでは顔と顔を合わせて出会うことのできなかった神様、あるいはイエス様、マリア様と長く語り合う日々が続いていくことでしょう。何よりもマルコさんにこの99年という長寿を与えてくださった神様、イエズス会に招いてくださり、そして日本へと送ってくださった神様にも感謝したいと思いますし、それを受け入れたマルコさんにも本当に感謝したいと思います。今日まで共に過ごすことができた、そのことに感謝しながらお見送りしたいと思います。本日はマルコさんの葬儀ミサ告別式にご参列くださりありがとうございました。これより献花のご準備をいたしますので少々お待ちくださいませ。
大変お待たせいたしました。では管区長様よりどうぞご献花をお願いいたします。ご献花を終わられましたらこの後お見送りがございますのでどうぞご着席でのままお待ちくださいませ。お願いいたします。ありがとうございました。この後ご出棺のご準備をさせていただきますので、どうぞ新学生の皆様どうぞ前の方にお願いいたします。